結構しぶとい。ああ倒れた。皆さんこんにちは、自称レゴブルダーひろゆきだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオボス KK のグラグラタワーチャレンジです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴスーパーマリオの拡張コースです。はい、外箱はこのようになっていて、今回付属するキャラクターはこのボス KK とクロス K が入ってます。僕個人的にキャラクターパックシリーズでしか出なかったキャラクターがこういった拡張コースで再販されるのがすごく嬉しいです。で、あと個人的にはこのボス KK って誰だっけはい、箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこちらの定価は約4280円でピース数は231個です。ではこちらのボス KK のグラグラタワーチャレンジを組み立てます。完成、ボス KK のグラグラタワーチャレンジです。はい、完成しました。個人的にこのグラグラタワーが思ってたより大きかったです。はい、では今回のコースに付属するキャラクターとアイテムについて説明します。左からクロス K、ボス KK、スターブロックです。まずクロス K なんですけど、キャラクターパックのものと同じです。一部造形が違うとかはありません。全く一緒です。そしてスターブロックも今までついてきたものと同じです。ではこのボス KK を見ましょう。はい、まず全体をぐるっと見るとこんな感じです。ボス KK なんですけど、作ってみて意外と大きかったです。全体的なカラーはクッパと一緒で山吹色になっています。ボス KK は腕がこのようにピンでこのように動きます。ロックとかはなくてこのように動きます。ブンブンと比較するとこんな感じで、全体的な高さも横幅もブンブンよりかはちょっと大きいです。背面はこのようになっていて、甲羅のデザインが違うというところが結構面白いです。続いてクッパと比較するとこんな感じで、横幅はほぼ一緒で、高さについてはクッパの方がちょっと大きいです。横から見るとこんな感じで、相変わらずクッパの甲羅めちゃめちゃでかいです。後ろから見るとこんな感じです。ではこちらのコースを見ましょう。今回のコースは丘ステージがモデルになっています。では近くで見ましょう。まずこちらにクロス K がいて、そしてこのタワーの一番てっぺんにはボス KK がいます。茶色のタイルパーツを押すと、はい、このように塔が傾きます。このギミックを使ってボス KK を倒します。ではまずはレゴマリオなしでやってみようと思います。いきます。うわ、結構揺れますね。これこうやって動かすと、ボス KK がゴリラのドラミングポーズみたいになるのが面白いですね。結構しぶとい。あー倒れた。そしてボス KK を倒すと、ここにスターブロックがあります。ではレゴマリオを使って実際に遊んでみたいと思います。
ちなみにスターを取ったんでボス KK は一発で倒せたんですけど、普通だと8回踏んづけると倒すことができます。レゴルイージさん、はい、ではレゴルイージとレゴピーチで音声確認いきます。じゃあまずはレゴルイージでボス KK を倒します。マリオと一緒で8回踏んづけると倒せます。続いてはレゴピーチいきます。はい、レゴスーパーマリオボス KK のグラグラタワーチャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオボス KK のグラグラタワーチャレンジを組み立ててレビューしていました。今回組み立てた拡張コースのギミックはシンプルだったんですけど、とても面白かったです。まずこのグラグラタワーと連動してボス KK がゴリラのドラミングポーズみたいになるのがすごく面白かったです。それとキャラクターパックでしか手に入らなかったクロス系もこのセットを変えれば手に入れることができますので、これもいいと思いました。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。